スウェーデンで刊行されたエッタの挿絵に描かれたシ部。シ部とは北欧神話に登場する女神であるアース神族に属している。コエッタのロキの口論の序文によると、トールの妻でスノーリのエッタ第一部ギュルビタブラカシ第三十一章によると、ウルの実の母であるジョン・チャールズ・ダルマンが描いたシブ。部。円形に彼女の金髪を狙うロキが描かれている。 スノーリの言った第二部、死後法によると、美しい金髪を自慢にしていたが、ロキにいたずらで刈り取られてしまう。その後、ドベルグ族のイーバルディのコラに、それを被ると頭にくっついて、本物の髪の毛になってしまうという黄金製のかつらを作ってもらった。この出来事によって、スカルド氏などで黄金に対して用いるケニング、群、渋の髪が生まれたという。また、死後法では、 トールの妻、ウルの母、美髪の女神などのほか、ヤールンサクサのライバルというケニングも紹介している。古い記述が少ないため何の女神かはよくわかっていない。金髪を刈り取られる説話は、穀物を収穫した後の冬の畑の情景を表現しているとも考えられている。ありがとうございます。